今日は食べちょるの事務所に行って DIY 初心者の私が実際にフェンスを作ってみるよ。うまくできなかったら食べちょるのせいにしちゃおうと。見てこのフェンス、私が作ったの。このぐらいの距離から見たらプロが作ったのと変わらないんじゃないかしら。私にもできたからみんなも興味があったら挑戦してみてね。できるかどうか心配な人もこの動画で作業がどんな感じで進んでいくか見てね。今回は1日でできる小さなフェンスだったけど、大きなフェンスになっても基本的には作り方は同じなんだって。ざっくり言うわよ。材料用意して色塗って下ごしらえして柱立てて板張って仕上げね。流れはざっくり言ったけど3分クッキングじゃないから私も教わっても分かりにくかったところはゆっくり説明するね。前の動画でカベチョロがなんかフェンスの計画の話してたから見てない人はできればそこから見てね。こんな感じで図面を描くところがスタートなんだって。私もこれ見ながらホームセンターで木材買ってカットしてもらったのよ。図面描くときは方眼紙を使うと便利だと思うわ。材料はカベチョロが言ってた90ミリの板よ。柱は6センチ角っていうのが安かったからそっちにしたの。大きなフェンスのときは9センチ角とかの方がいいらしいわよ。高さ90センチのフェンスにするから柱を35センチ土に埋めたの。だから柱は1メーター25センチで切ってもらったわ。4メートルっていうのが売ってたからそれ1本から3本全部取れたのよ。板も短い方が持って帰りやすいけどこの長さなら1枚もので使った方がいいんだって。軽トラック借りて人生で初めてトラック運転したわよ。でも軽トラってオートマもあるのね。ちなみに土日の昼間に行くもんじゃないわね。空いてる時間がいいわよ。色塗りは簡単だったのよ。こんな感じ。カベチョロに言われてつなぎ買ったんだけど正解だったかも。気づいたらペンキ結構ついてたし汚れてもいいから物が持ちやすいのよ。あとねスイッチが入った気がしたわ。ペンキはカベチョロが計画編で話してたステイント料ってやつ。ちょっとだけ臭かったわね。でも最悪なのはカベチョロ。私がほとんど塗り終えた時に台に乗せた方が塗りやすいよって貸してくれたの。早く言えってのよね。でも確かに全然違ったわ。台があった方がいいわね。あとこれも塗り終わる頃に塗りづらいところから塗れっていうのよ。なんか塗りやすいところはよく見えるところだから垂れたりしたペンキを最後きれいに整えた方がいいんですって。私は最後の2枚で教えてもらったんだけどみんなはそうしてみてね。次に下ごしらえですって。炒め物するときに先に材料を全部切っておいたりするようなものね。思ってたよりも意味あったかも。これが塗り終わった材料なんだけどね、板を張る位置をあらかじめ柱に印つけておくんですって。確かに高いフェンスとかだと立ててから一個一個測りながら貼るのは大変そうよね。ちなみに今回の板の幅が9センチで隙間が3センチだから12センチごとに印つけたわよ。あとは土から上に出るのが90センチだから90センチにも印つけておいたわ。今回はみんなにも見やすいようにってガムテープ貼ったのよ。あとそれだけじゃなくてね、6センチの角材柱かなの真ん中にビスが打てるようにってカベチョロが作った板をガイドにして5枚全部の板に下穴開けたのよ。ビスがずらって並んで通ってた方が綺麗なんですって。
真ん中は2m40 のちょうど真ん中の 1m20 に印しておいたわよ。メジャー使うの慣れてなくて何枚か測り間違えちゃったけど、ノープロブレムよね。ビスはね、柱に 25mm は入った方が安心なんだって。ステンレスって錆びにくいらしくて、それがいいって言ってたわ。普通の使うと外のフェンスは錆びが雨でフェンスに垂れてきちゃうんだって。下ごしらえが終わったら穴掘りよ。板を置いてみて、どこに柱が立つかちゃんとイメージしたのよ。後ろにブロックとかあったら柱を立てる位置をよく見えるように描いちゃった方がいいんだって。今回はこのウッドデッキを地面として、ここから35センチ下がったところまで柱を埋めるから、ここから40センチ掘れっていうのよ。さすがに壁チョロもやろうかって言ってくれたけど、そんなことしたらみんなにアドバイスできなくなっちゃうから、意地でも掘ったわよ。ウッドデッキとか分かりやすい地面のラインがないことの方が多いから、後ろのブロックとか使うといいんだって。ブロックは水平なんだって。もしブロックが2段とかで地面から40センチ高かったら、今回みたいに地面から40センチ掘るときはブロックの上から80センチのところまで掘るとか考えるんだって。算数よね、算数。ブロックもないときはなんか杭打って糸張って、それをこのデッキみたいに基準にするんだって。だいたい10センチ高く糸張ったら糸から50センチ掘るとか考えるみたい。穴掘って90センチのガムテープがデッキより少し下がるところまで来たのわかるかしら。これで穴の準備は OK よ。穴掘りきついから覚悟した方がいいわよ。だってこんなに大きな穴3つよ、たまんないわ。あとコンクリート基礎もね、ホームセンターとかに売ってるフェンスブロックっていうのを使ってもいいらしいよ。今回みたいなコンクリートを使うときはたくさん練らなきゃいけないけど、自然な庭なら基礎の主張が少ないこっちもいいみたい。フェンスブロックと同じくらいの量のコンクリートを作るイメージなのかな。次は大体で高さ合わせて柱を仮固定するとやりやすいらしいのよ。下の方だけコンクリート入れるのよ。コンクリート作ったわよ。コンクリートもコンクリート、なんかコンクリートとモルタルって砂利が入るか入らないかの違いなんですって。砂利が入った方が強いけど、レンガの目地とかは砂利が邪魔するから砂とセメントだけのモルタルなんですって。壁チョロがバーカみたいに何回も言ってたのは、トロ船の高さね。地面に置いて寝ると腰が痛いし移動しにくいから一輪車がいいって。今は安い一輪車もあるんですって。色塗る時の台もそうだったけど、確かに作業する時の高さって重要よね。壁チョロが何度もバカみたいに高さ大事だよ大事だよって言ってたのも少しわかるわ。コンクリート作る時もまず砂とセメントで水入れないで混ぜるんですって。ここでは一輪車のサイズに合わせてセメント半袋でさっき出てた半分の量で作ってるわよ。混ざったら水を入れてこうやって少しずつ水に混ぜていくんですって。崩して練って崩して練っての繰り返しね。多分腕に筋肉ついた気がするわ。壁チョロ曰くソフトクリームくらいにしてって言ってたわよ。何でも食べ物に例えるのよ、まったく。これがモルタルで、ここに砂利を入れるとコンクリートね。いやーってね。また混ぜるわよ。
穴にコンクリートを入れて仮でなんとなく柱を固定するんだって。この後傾きとか位置をきっちり測ってから上までコンクリートを入れるのよ。ここではまだ入れるのは3分の1ぐらいね。しっかり詰まるようによくついてねって言うから、落ちてた木の枝使ってたら途中で折れたわ。枝って最近の男みたいに頼りないのよね。だいたい高さも合わせてだいたいの位置に柱が立ったわよ。みんなが見やすいようにと思ってガムテープにしたけど、私も見やすかったからやりやすかったわ。ここで2回目のお茶よ。穴掘りとコンクリート作るので疲れ果てたから壁ちょろにアイスティー持ってこさせたわよ。次がようやく私が得意になったドリルよ。ドリル、上の板と下の板を止めることで直角のフェンスになるんですって。でもね、一人じゃ板固定して張れないから、ここだけは壁ちょろに手貸してって言ったら、ビス借り打ちしてそれに乗っけろって言うのよ。ケチよね。意地でも一人でやったわ。どう？まっすぐになったでしょ。私天才よね。水平とか垂直もちゃんと確認したら、上までコンクリート入れて固定するわよ。でまた突きながらコンクリート入れたら、この工程は終わり。使い終わったセメント道具は早めに洗ってね。私こういうのはきっちりしてんのよ。この時は壁ちょろも私を褒めてたわよ。まあそうよね。本当はこの板を張るっていうのは別の日がいいんだって。コンクリートが固まって柱が固定されてるとやりやすいみたい。でも今回は残り3枚だから張っちゃったわ。待ってらんないもの。ドリルはね、本当に上手くなったの。見てよこの速さ。早送りにするとプロっぽく見えんのや。そしてこのかさぎ打つ時の私、すんごくうまいの。壁ちょろに下に向かって打つビスは体重かけられるからやりやすいんだよって言われたの。どう？うまいわよね。ここ2回は見てほしいわ。最後にモルタルで基礎の上を土より高く仕上げて完成よ。見て、プロ並み。おさらいすると、材料用意してペンキ塗って下準備して、柱の穴掘りして、柱の仮設置して、上下の板を張ったら垂直見ながら柱を固定して、楽しいビス打ちね。私からのアドバイスとしては、1番目はカットはホームセンターの工作室に依頼した方がいいわね。混んでる日に行くと買い物だけで1日の力なくなっちゃうから、前の日の夕方よ。2番目は汚れてもいい格好ね。膝つけるし、物も抱えて持てるから結果的に疲れにくいわよ。3番目は下ごしらえは大切だったってことね。立てる前にできることはやっておいた方がいいわね。4番目はセメント仕事と柱は旦那か弟に、何でもいいからメンズに協力してもらった方がいいかも。できたけど思ってたより1.5倍ぐらい大変だったわ。あとはできちゃうと不思議と楽しかったって気がするの。私もできたから、みんなもゆっくりでいいから楽しんで頑張ってね。
私頑張ったし、この先もいろいろメニュー考えていくから、よかったらカベチョロガーデンクラスを登録しておいてね。バイバーイ。